元にクリオネのついたポロシャツ。今日はもういいよな。花火大会でその態度良くない。多分このお化け屋敷今が全盛期です。こんにちは、ガランドーと申します。はい、引き続き夏のデートやっていきたいんですが、今日はよくあるデートスポットではなく、ちょっとある場所に設楽先輩を連れて行こうと思います。行こう。設楽先輩セクシーどうかな。行ってみよう。あ、まあまあまあ、これは駅前です。まだ来てないみたい。あ、あ、まあ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 、このまま待ちましょう。行くぞ。なんか言うことないの。てか胸元にクリオネのついたポロシャツ、そして相変わらずボタンがだいぶ開いてる。あー遅刻。うん。もう何も言わせない、そんな感じやな。まあまあ先輩やったらそうは言えないよな。どうした。あは、じゃあ制裁を加えてやろう。遅刻してるぞ。おい、やめろ。お、意外と。そしてあ、今野先輩は意外と華奢やけど、設楽先輩は意外とがっしりしてる。おうおう、なんかちょっとスポーツやってそうながっしりさ加減だよな。お、その色好きなのか。お、なんだ。設楽先輩好きな色ある。あー、この服の何か変ですか。紫か。悪くない、俺は嫌いじゃない。ほうほう。お、パープルが好き。ほう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 。混んでるかな。ああ、あれ、意外と平気か。実はですね、今日はホラー映画をやってるので、設楽先輩か今野先輩より苦手そうな方を連れてこようかなと思って来たんですけど、なんかこの様子だと設楽先輩全然平気そうだな。うん、今野先輩だったか。なんかいつもやっぱり夏のデートスポット優先で行っちゃうんであれなんですけど、4の時に気づいて、で、今回3も情報見て気づいたんですけど、多分夏のこの時期ってホラー映画やってるんですよね。ちょっと来週はルカ君と花火に行くんですけど、なんで先輩たちはパレードに誘いたかったんですけど、まだ誘える時期じゃなかったんで、せっかくだからどちらかをこの映画館に誘ってみようかなと思ったんですけど、今野先輩の方がホラー苦手なんかもな。まあまあでも、来月2人ともお化け屋敷には連れて行くので、その時の反応次第では来年のホラー映画を連れて行く相手を考えましょう。この辺りでいいか。おお、本当に平気そうやな。はい。なんだよ。おお、これ何、クリオネ好きなの。ん、クリオネやんな、これ。ちょん。何突っ立ってるんだ。え、いや、それはこっちのセリフだよ。早く席に座ってくれよ、俺映画見られないやん。あの顔見て、笑ってるやん。好きやなこれ。この先輩と来ればよかった。ああ、最高にくだらなかった。このバカバカしさはもう様式美だな。なるほどな、あんまりだな。だから怖がってほしかった。でもバッチリ軍師。なんだよ。あは、まあ、前回のデートを取り戻すことはできました。あ、そして、まあ、この様子なら、お化け屋敷もいい印象が取れるんじゃないでしょうか。目見てみよう。反応するのもバカらしい。ちょっとあのホラーの雰囲気出したろうと思ったんやけどな。楽しんでくれると思ったのにな。こんな日もたまにならいいな。あは。なんだよ。楽しんでいただけてよかったですよ。
そうだな、もう帰るか。いや、みんな結構タッチはふざけられるな。今のところフォーみたいにちょっとタッチ苦手なタイプはいないな。いいね。じゃあ、ありがとうございます。ルカ君、先に来たのか。違うか、遅刻のパターンなの。早いね。祭りって書いてある。なんかルカ君っぽくない強めの浴衣、お兄ちゃんのお下がりかな。でも粋だね。ルカ君が遅いんだよ。俺ゴリゴリの私服でごめんね。いやいや、もうでも仕方ないよ。きっと浴衣を着るのに手間取ってしまったんよ。俺は2秒で着れる私服やし。あれ？ママいいよ。溶けてる。何？ええやええや。いいね。素敵だよ、やっぱり。花火大会は浴衣で着たいよね。ただ俺お金が足りないんよ。ちょっと気配り足りなくてバイトできなくてさ。いいな、花屋入れて。ただ、君も家庭科の点微妙だったのにどうして花屋に入れたん？ねえ。ほら、腕が伸びる。今の引っ張り方で腕伸びるの？その服、かわいい。かなりいい感じ。まあ、前回着てきた服に季節外れの革の手袋つけてるだけなんやけど、褒めてくれて嬉しいよ。ありがとう。じゃあ行こうか。うん、なんか流行ってるね、それ。このミニスカートのこと？女の子だね、やっぱ流行に敏感だ。しかも似合ってるし。まあこれしか持ってないんやけどね。あれ、ちょっと早すぎた。いやいや、遅刻しといて何言うてんねん。あっちで縁日やってる、行ってみよう。ドキドキする。俺にドキドキしてるの？見つめてみよう。笑った顔、子供の時と同じだ。ほう1年ぶりだ。ワクワクする、こういう感じ。おう、毎年来ている。まあそうだよな、地元だもんな。日本の夏って感じがするね。そんな感じ。夜の縁日見ないとさ、夏になった気がしない。いいよね。お店はたくさん出てるよ。金魚すくい、ヨーヨー、射的。射的好きそう。ラムネ、焼きもろこし、チョコバナナ。あれ、あそこ。イカの丸焼きかな。イカの丸焼き。それだ。俺大好き。丸焼きってとこがいい。ちょっと待ってて。ルカ君、もう花火が始まっちゃうよ。もうイカの丸焼きに夢中で、花より団子ですよ。始まっちゃったよ、ルカ君。なんだ、もう始まってたんだ。もうイカ焼きに夢中になっている間にね。なんかフォーよりも人気が多い。しかもなんか、花火の光に照らされてる感じ出てる。ただみんなやっぱここで見るんやな。夜空に咲いた大輪の花だね。綺麗だな、たまや。ルカ君はいける人？たまや戦法。でも待てよ、ルカが意外とロマンチストなのでは。ファンタジー枠やし、こっちな気がする。夜空に咲いた大輪の花だね。それはさ、詩ってこと？あれ、この感じ。まあまあか。
これは玉屋戦法に素直に行けばよかったのでは。何？鍵屋って言ってくれたのかな。まあ、言いそうな顔してる。鍵屋顔だもの。うん、玉屋。おねだり？いいよ。もっとくっつこうか。いや、なんかくっつくよりもとりあえず鍵屋って言って。はあ、今日はもういいよな。花火大会でその態度良くない。何？まあまあでその態度はどういうことだ。素敵な花火大会だったやないか。美味しかったやろ、イカ焼き。俺の相乗効果ですよ。俺はイカ焼きを美味しく見せる才能に長けているのです。うい、腹減った。ダメだ、まだお腹空いてるの。自分だけイカの丸焼き食べたのに。俺、送ってく。おう。ありがとう、送ってくれて。ありがとう。ん？じゃあ、送っていただいたし、最後も、最後はちょっと、これ褒めさせて。素敵やね。うん。うん。今日は、バイバイだ。お礼を言うのはこっち。お？じゃあ、おやすみ。ありがとう。楽しかった、またデートしよう、おやすみ、だって。おう、よかったのか。まあまあやったけど、きっとタッチがうまくいったんかな。ああ、すごく近づけた。なんやろな、これの基準がいまいちわかんないんだよな。やっぱりいつもこの先輩の方が早いな。ごめんなさい、遅れちゃって。そんなに走らなくても大丈夫だよ。あ、いつも優しい。すいません。気にしないで。じゃあ行こうか。うん、女が体操服みたい。ちょん、いい加減にしなさい。タッチ嫌いやな。なるほど、そっか、タッチみんないけると思ったけど。うん、今野先輩ダメ枠やな、多分。今日はどうする？ゴーカート、まあ、ゴーカートあったな。まあ、でももちろん夏なので行きましょう。どんな話するかな。お化け屋敷、よし行ってみよう。なるほど、先輩たちあんまりやな。楽しそうだな。楽しそう言うてるもんな。あんまりちょっと期待外れの反応、ショックですよ。ちょっと怖がってくれよ。ほら、お、頭は大丈夫。結構いい雰囲気だな。楽しみだ。楽しみにしてるもの。ちょっと怖がってほしいな。お、なんか落ち武者みたいにいる。早っ。最近のは凝ってるな。機械音も聞こえないし。確かになんかちょっと生身っぽい落ち武者いましたね。怖いけど面白かったです。足がすくんじゃいました。まあ子供だましでしたね。まあ向こうが最近のは凝ってるな言うてるし、まあ、一番下はなしかな。楽しんでるみたいやし、合わせてみようかな。怖いけど楽しかったです。うい、うん、舞台裏を見せない演出がプロの仕事だと思ったよ。あははは、舞台裏が見えたっていう人と、演出が気に入らないっていう人が、ま、数年後現れるんですけどね。そしてお化けに説教しだすやつまで出てきます。びっくりですよね。多分このお化け屋敷、今が全盛期です。どうした？きっとこのお化け屋敷は落ち武者の時期がピークなんだろうな。はっきり言えば嫌なんだ。そうだ、左目はダメなんだ。俺としたことが。もう少しでナイトパレードが始まるな。どうかな、なんか
この顔、行くけどね。帰りは遅くなるけど、見ていく？お？行こう行こう。はい。うん。じゃあ、見やすい場所を探そう。楽しみだな。お、楽しみなのか。安心しました。お、すごいな。壮観だ。また違う感じ。え、マグロちゃんとカツオちゃんがいない。ドクロクマもいない。あの子たちポットでだった。でも、俺は気づいたぞ。おい、皆さん、2をプレイしたことある皆さん、後ろを見てください。2の漢字出てます。へぇー。いや、ちょっとこれ見てるだけで楽しいな。1の要素あるんかな、ここ。わからんけど。へぇー。わー、綺麗。飛び込み参加 OK みたいです。電気代もすごそうですね。すごいな、壮観だって言ってるし、まあ合わせるのがいいのではないでしょうか。こんな先輩は飛び込み参加とかしないやろな。電気代のすごさも乗ってくれそうなパターンもあるかもしれないけど、やっぱ同じ感じでこう素敵さを褒めるのが無難でいいのではないでしょうか。あー、綺麗。来た甲斐があった。また見たいな。暗いから気をつけて。俺ちょっと今野先輩のこと俺結構わかるかも。ブラック今野が出なければ大丈夫かも。大丈夫、はぐれたりしないよ。俺意外と今野先輩とうまくやれるのかも。ブラックが出なければ。今日は楽しかった。誘ってくれてありがとう。どうした？俺も楽しかったですよ。ただタッチがねちょっとむずいけど、メガネは嫌なんかな。でもこっち平気だったよな。まだ遊び足りないか。やっぱり今野先輩の弱点は左目。もう暗いな。送ろうか。ありがとう。ありがとう。どういたしまして。それじゃ、またね。せっかくのタッチのチャンスを逃してしまった。またタッチしよう。次の機会。はい。というわけで、本編とは別で、気になった選択肢を検証してみようというおまけのコーナーです。本編ではちょっとポエった感じの一番上を選んだら、まあまあという一番面白くない感じになっちゃったんですが、下の2つだったらどっちかな。ちょっと玉屋戦法がいけると信じてこっちから行ってみようかな。綺麗だね。ああ、夏っていい。花火見るとさ、本当そう思う。夏生まれでよかった。これはバッチリな反応では。これか。なるほど、これか。じゃあ玉屋戦法はどうなんだろうな。バッチリは出ましたが、玉屋戦法はどんな感じになるんでしょうか。玉屋。俺も言おう。たまやお、なるほど。ルカ君は俺と同じたまや派。いい感じか。やっぱり、一緒に叫んでくれるタイプではあるんやな。そして、俺とは対立せず、同じたまや派側に立ってくれる。この戦法使うと大体みんなちょっと対立して鍵屋派に立ってくるからね。そういう意味ではちょっと初めて仲間ができました。4では基本的に俺が玉屋っていうと対立してる鍵屋を言ってくるからね。みんな男子たちはルカ君は玉屋仲間。本編では一番上でいい感じだったんですが、どっちやろな。でもなんか一番下はダメな気がするんよ。まあ子供騙しですよね。
そう？これは大人でも結構楽しめるんじゃないかな。やっぱりちょっと悲しそう。うん、まあまあ。お、これがまあまあだ。やっぱ真ん中がバッチリっぽいな。ああああ、ということは多分これがバッチリ。足がすくんじゃいました。うん、そんなに怖かったのか。気づいてあげられなくてごめん。真面目。選ばなくてよかった。さすが生徒会長、もう絵に描いたような真面目ぶり。もう黒玉をさえ出なければ基本的には優しい人やから。まあお姉さんも黒玉身が出なければ基本的には優しい人やからね。うん、あ、ナイパは本編でバッチリ撮ったんですが、まあ、せっかくお化け屋敷来てるんでこっちも見てみたいと思います。じゃあまあ上から行ってみようかな。多分これあんまりいい反応もらえないんじゃないかな。飛び込みさんが OK みたいです。うん、行ってみる。お、怪我しないように気をつけてね。お、意外と。うん、ああでもまあまあなんやな。じゃあ一番下はどっちなんだろうな。あ、ということはこれが一番良くないということだろうな。あ、まあ、せっかく夢のある場所で何言うてるんやって感じなんかな。電気代もすごそうですね。うん、そうだな、これだけ電飾があると。せっかく綺麗なんだから考えるのはやめておこう。そうですね。今ちょっと計算しそうになってたな。まあこういうの嫌いなんやな。気をつけよう。お、カレンさんの誕生日。あ、たっぷりフリルのシュシュ、万能サポーター鉄アレイ。まあ、外れは一目でわかるな、これ鉄アレイやろ。そして多分万能サポーターが安牌。これどっちかな。意外と可愛いものが好きなんじゃないかな。あ、いや、カレンさんこれじゃないかな。たっぷりフリルのシュシュ、うん、喜ぶ気するんよな。いや、いや、行ってみよう。うん、花つばきさんいるかな。はい、いた。花つばきさん。バンビー、もうどうしたの、急いじゃって。誕生日おめでとう、これプレゼント。あー、もうそんな仕草で渡されるとさ、キュッときちゃう。あー、ダメだ、中身おっさんなんだった。シュシュ私喜ぶかな。ねえ、開けてみて。大丈夫かな、おっさんにシュシュ渡して、うん、もう完璧。バンビのセンスって私大好き。おお、このおっさんはシュシュが好きでした。よかったよかった。やったー、バッチリ喜んでもらえたみたい。おお、やっぱりこっち系好きなんやな。可愛いものが好きなおっさん。惚れた。バンビ、ちょっとあなたやばいくらい可愛い。男どころか女もほっとけないぜ。まあ、彼さん中身おっさんやし。せやろな。ああ、そう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 。飛ばしちゃったんすけど、そう。初めて会った時メールくれてるんすよね、ミオさんと。あ、カレンさん。今日の夕飯を倒した。ほら、ダジャレ警察だ。なんで俺に吠えた？顔怖。え、俺に被ってるこの子がヌーちゃん？ポニーさん、突然の暴行。でも逃した鶏肉は大きいぞ。高みの邪王は今日も健在で、アップル信者かな。俺ちょっと困った顔してるもんな。ポニーさんが、ゲットだぜー言うとる。